工学系研究科工学部の職員の皆さん、研究科長の染谷隆夫です。2020年度の夏学期が終了するにあたり、部局の教育研究を支えてくださった職員の皆さんに心からの感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。ウイルス感染症の影響が拡大する中、東京大学では学事歴を変更しないことを3月に決めていました。4月に研究科長に就任したとき、事態は深刻さを増していました。開学以来、対面式でしか実施されていなかった講義が短期間の準備でオンラインに本当に移行できるのでしょうか。新任の部局長の私はとても不安でした。どうなることかと思いましたが、4月3日に開校できたのも、これもみんな事務の皆さんのおかげです。ありがとうございました。学生の皆さんのためのさまざまなサポート、留学生のケアも短期間で進めることができました。職員の皆さん、ありがとうございました。4月6日に政府から緊急事態宣言が発令され、キャンパスでの教育研究活動は大幅に制限されました。教授会の開催も人事投票もすべてオンラインとなりました。研究室が閉鎖された後も、キャンパスでは職員の皆さんが限られた人数で黙々と作業を継続していました。採用手続きを始めてから組合員証が手渡されるまでに多くの作業がありますが、工学系研究科では新規採用の手続きが一つも遅れることがありませんでした。人事投票システムのオンライン化が遅延なく進められたのも職員の皆さんの努力のおかげです。職員の皆さん、ありがとうございました。大学で最も重要なことは人事です。その人事がスムーズに行うことができたのも事務の皆さんのおかげです。どうもありがとうございました。研究室の経理が年度末に終わった後、事務部では膨大な作業が延々と続き、決算報告書がまとめられていました。私は部局長に就任するまでそんな大変な作業があることすら知りませんでした。人気がほとんどないキャンパスで、列品館だけは文字通り不夜城でした。そして決算報告書は期日までに提出され、支払い業務も滞ることはありませんでした。あの時は本当に支払いが止まっちゃうんじゃないかと思って心配しましたけれども、皆さんの頑張りでなんとかなりました。大変感謝しております。ありがとうございました。スタッフの皆さん、いつも本当に助けていただいてありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。職員皆さん、本当にありがとうございます。工学の教育研究はなんと素晴らしい人たちによって支えられているのでしょうか。私は職員の皆さん一人一人の使命感と責任感に心から敬意を表します。ウイルス感染症による困難な状況が続きますが、皆さんと一緒に力を合わせれば、東京大学工学部工学系研究科はどんな困難でも乗り越えられると思います。皆さんと一緒に働いていることは私にとって一生の誇りです。職員の皆さん、本当にありがとうございました。